準備もステージを作ろうとしていたんですが、 PA 機材が濡れるということで一旦、準備を中断して開催するかしないか今実行委員会の判断を待っているところです。9時半には、実行委員会が判断して残念ながら中止となるのか、すいません、いろいろごめんなさい、ビニール袋飛んでます実行委員会の方で判断されるということなんですが、かなり雨が強くて風も強いです。時折突風が吹いてますすみません、なんとか開催してほしいなと願いながら来たんですが、たまにこの傘の状態を見ても分かる通りですね、かなり風が強いので中止かな、中止かもしれないなということで、雨の中しばらく、後ろですね、ステージが本来設置されるはずの会場を見ていただいてます。右の奥には記念館三笠があるんですが、手前は写真パネルがずらっと並んでいて、軍港基地の50年でしたか、歴史を振り返る、写真パネル、そしてちょっと奥になっちゃうんですが、軍港基地の模型が後ろの方に見えます。杉山さん丸かぶりですそうですすいません、軍港基地の模型が、横殴りの雨越しに見えると思います。そのさらにずっと真後ろの方までカメラが行きますと、出展団体のブーステントが、少し向こうの方に見えると思います。緑の屋根で今日は、20団体近くですかね、あると思います。で、あっと怖い、ごめんなさい、テントが飛ぶかもテントが飛ぶかも、あれは原子力潜水艦の模型がこっちにまっすぐお尻を向ける形で模型があります。本当なら近くまで行って、見せたかったところなんですが、雨のため身動きできない状況です。原子力潜水艦の模型がお尻を向ける形で見ることができます。三笠公園のすぐ隣、私も今日間違えて米軍基地の方行きそうになって迷彩服の方に三笠公園はって言ったら、隣です、ここじゃないですと言われたんですが、隣は米軍基地があります。予定では11時半と1時からの2便ですね、の軍港巡りの船が出す予定だったんですが、それもちょっと今判断を、している、決めかねているというところでしょうか。よろしいですか、9時半になりましたので、恒例の店長会議を開催します。ただ今日は残念ですが、ご覧のような天候です。で、昨日の段階では午後から上がるという、予報もあったんですけれども、今現在の一番新しい、天気予報だと午後も降ると
ということで、午前中がなんとか頑張って午後に来たよというふうにも思っていたんですけれども、それも難しいかなと思います。ちょっと皆さんからご意見を伺いながら、実行委員会としての最終判断をお手伝いしたいというふうに思いますので、何かご意見があれば、雨なんか紛らいでダンクやるいや、はっきり聞いた方がいいよ、うん、どうしてもダンクやりたいっていうところがどのくらいあるか。横須賀市所ですけど、はい、古本屋なので、はい、ちょっと雨ではもう出せないので、うちは中止にしたいと思ってます。気持ちはね、うん、雨でもやりたいっていうふうに思うんだけど、上に出てきた感じですが、砂物が濡れちゃうともうどうしようもないので、うん、じゃあ、ビーフェス28年の歴史で雨で中止というのは初めてです。前日がもっとすごい雨でも当日はなんとか回復してですね、不敗記録を作ってきたんですけれども、28年目にして中止ということに判定したいと思いますので、すみません、よろしくお願いします。お願いが2つあります。T シャツ屋さんが今年のピンフェスの T シャツを新しく作ってきてくださいました。で、限定50枚ですので、1枚1000円です。はい、ましてや今日中止ですから、すごく、希少価値のあるするんですので、皆さんには基本的にはフルコートをもらうと思ってますが、それは買えません。